小仏関所。小仏関所は、武蔵国と相模国の国境、高尾山の小仏峠周辺に設けられた、甲州街道の関所の一つ。所在地は、現在の東京都八王子市浦高尾町に相当し、別所に、富士関、富士見関、小牧や小仏関所がある。小仏関所廃止後、その跡地は、国の史跡に指定された。 小仏形石,石書は、武蔵、相模の国境、高尾山の小仏峠周辺にある、公州街道に置かれた石書の一つである。小仏形石,石書は、戦国時代天正年間、天正元年、1573年から、文禄元年、1592年に、北条氏照が小仏峠に設置したが、天正八年、1580年に、石書は小仏峠から、 東側の小牧屋の地に移された。小仏関所には東門と西門が設けられ、北側に間口5軒、奥行き3軒の番所が建てられた。関所の警備は4人体制の関所番となっていた。小仏関所の役目は他の関所と同じく鉄砲と婦女の通過を取り締まっていた。1869年、明治2年の大乗官布告により、 石書が廃止された。その後、石書跡は、1928年、昭和3年1月18日に、小仏石跡として、国の史跡に指定された。また、現在、小仏石跡は、八王子市にて、八王子八十八景歴史、文化の形の一つともなっている。戦国時代天正年間、天正元年、1573年から、文禄元年。 1592年に、北条宇治てるが、小仏峠に設置した。小仏関跡よりも上方にあり、城山で、小仏峠の東南約500メートル、標高672メートルあたりにあり、高地であったことから、富士山も遠く眺望できたため、富士見関、富士関とも言われた。武蔵名小税によると、小仏、古籍司令上にありりりとの記録がある。 天正8年1580年に、関所は小仏峠から東側の小牧屋の地に移された。関所は移設されており、文化8年の笹舟外降格によると、関所が山城から小牧屋へ移設されたことが記されている。また、高尾山文書、大田助政の制作によると、永禄4年1561年小牧屋に、関所があったことが記されている。 小仏石所は、武蔵、相模の国境、高尾山の小仏峠周辺にある、甲州街道に置かれた。安政2年、1855年、旅行、スッチによると、甲州街道に置かれた石所の所在地と番所が記録がある。その中で、小牧の小仏石所が、最も重要であった。諸国五席所書き付けによると、小仏席所は、某川旅中田席所、 花町松戸関所、小岩市川関所、新郷川又関所に並び重要な関所とされている。武蔵名小杖や小仏御石所絵図等によると、小仏関所は東門と西門が設けられ、北側に間口五軒、奥行き三軒の番所が建てられた。東門の横に江ノ沢川があり、関所前に小牧屋橋、関所橋が架けられていた。 上段は十二条時切れ、下の陣は八条の二軒に仕切り、前面に縁側をつけた。その下に砂利を巻いて、白車を敷き、石垣でこれを止め、平地から一段高くした。石所の周囲には高さ二メートルの栗丸木の柵が、周囲百三十六メートル余りにめぐり、南側は小仏川を越えて、対岸の山麓まで、約二百十六メートルの竹洗いが組まれ、 通行人の往来を規制していた。小仏関所で任務に必要な用具は、関所所在地の引き継ぎ書に記されている。小仏関所では、警備用のために、弓矢と、その付属品、鉄砲、火薬、ひなわ、ながら、三道具を、また犯人捕獲のために、しななわ、かなわ、首筋、手錠を必要とした。その他に、幕や長鎮が、関所の必要とした用具であった。 石書版は、小仏石書金方の里氏、寛演2年、1749年頃によると、元羅9年、1623年、徳川秀忠、家光の上落にあたり、河村立脇、大久保太郎左衛門、牧口九衛門、高木与左衛門の4名に、小仏石書の警護を命じた。石書の警備は、元羅9年、1623年以降は、 関所版四人体制となった完成期には、関所館での番人の移動が行われ、小岩市川関所、坊川旅中田関所、小牧屋小仏関所、金町松戸関所での番会があり、小牧屋小仏関所では、河村一学が小岩市川関所へ番会小牧屋小仏関所で、川村一学の後に、坊川旅中田関所から落合玄衛が番会となった。 石書館の挽回は、この時期だけだった。小仏石書の役目も、他の石書と同じく婦女と鉄砲を取り締まった。諸国五石書改め方の次第風来書によると、小仏石書の改めが記されている。記録によると、入り女は改めず自由に通過できたが、出女悪すい方の証文の改めが必要であった。夜中の通行は禁止とした。そして、 江戸への入り鉄砲は、老中消門の改めが行われ、で鉄砲は、数多い場合老中消門を必要とした。1869年、明治2年の大上官布告により都の関書と共に廃止された。明治維新後に撤廃されたが、道路に接し、石垣などの移行もあり、後世に残す遺跡として保存すべき必要があるとして、1928年、 昭和3年1月18日に小仏関跡として国の史跡に指定され、史跡管理団体は八王子市である。小仏関跡,跡跡は八王子市にて八王子八十八景歴史、文化の形の一つとなっている。注釈出展書籍ウェブサイトを楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。